福山市新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン施設編2020年令和2年8月福山市保健所。このガイドラインは福山市新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン職場編を一部施設編として改編して作成したものです。第1章オリエンテーション。新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いとされる高齢者を守るためには、市内高齢者施設における集団感染の発生を予防する必要があります。この学習資料は、本市ガイドライン職場編に基づく e ラーニングを、市内高齢者施設向けに先行実施するために福山市保健所が作成したものです。なお、この学習資料の中には、ガイドライン職場編に掲載していない事項も盛り込んでいます。画面の文字が読みづらい場合は、福山市ホームページのこの研修のページに資料を掲載していますので、そちらをご利用ください。画面右下のページは、ガイドライン職場編のページと対応しています。必要に応じて、ガイドライン職場編をご参照ください。第2章、新型コロナウイルス感染症の概要。新型コロナウイルスとは、コロナウイルスが変異してできたウイルスです。コロナウイルスは、一般の風邪の原因となるウイルスですが、これまでも変異を起こして、重症急性呼吸器症候群、SARS や、2012年、平成24年以降、中等呼吸器症候群、MERS が発生しています。新型コロナウイルスが人に感染する経路は、飛沫感染と接触感染があります。まず、飛沫感染とは、感染者から咳やくしゃみ、会話などでウイルスを含んだ飛沫が飛び散り、それを他の人が口や鼻から吸い込むことによって起こる感染を言います。飛沫は約2メートル飛び散ります。また、飛沫が直接口や鼻に入らなくても、ウイルスを含んだ飛沫が顔に付着して、それを手で触り、その手で口や鼻を触ることでも感染します。次に、接触感染とは、例えば感染者がウイルスの付着した手でドアノブ、スイッチに触れ、その後、同じ箇所を他の人が触れ、手にウイルスが付着し、手から口、鼻に入るといったように、間接的に感染することを言います。潜伏期間とは、新型コロナウイルスに感染してから発症までの期間であり、この期間は1日から14日です。また、5日程度で発症することが多いとされています。新型コロナウイルスの症状は、発熱、咳、息苦しさ、倦怠感、頭痛などです。平熱は個人差があり、1日のうちでも変動があるので、あくまで目安ですが、感染症法では発熱は 37.5 度以上とされています。熱がそれほど高くないにもかかわらず、強い全身倦怠感や味覚や嗅覚に異常があるときにも注意が必要です。新型コロナウイルス感染後、体内のウイルスについては、発症する1日から2日前に気道にウイルスを認め、軽症例では、発症後、8日目までウイルスを認めます。感染力は発症の2日前から発症直後が最大となるため、症状が出る前から他人へ感染させてしまう可能性があります。また、7日以内に急激に低下するという報告があります。無症状病原体保有者は、新型コロナウイルスに感染していても症状のない人のことです。無症状病原体保有者からも感染する可能性があります。新型コロナウイルスの基本的な感染予防法としては、石鹸による手洗いや手指消毒用のアルコールによる消毒、不用意に顔を手で触らないよう意識する、外出時のマスクの着用、咳エチケット、十分な睡眠、栄養をとり、適度な運動を行うなどの健康管理などがあります。ただし、マスクを着用するときには、
熱中症に注意しましょう。また、3つの密と言われる密閉、密集、密接を回避することも重要です。密閉とは、換気の悪い密閉空間のこと。密集とは、多くの人が集まること。密接は、近距離での会話をすることです。さらに、不要不急の外出を避け、人との接触を減らすことが、新型コロナウイルス感染症の予防につながります。新型コロナウイルスの検査には2種類あります。1つ目は、ウイルスの存在を調べる検査で、PCR 検査や抗原検査があります。2つ目は、これまでウイルスに感染したか否かを調べる検査で、抗体検査があります。ウイルスの存在を調べる検査には、PCR 検査と抗原検査があります。PCR 検査は、ウイルスの遺伝子の有無を調べる検査で、結果が判明するまで数時間を要します。これまで検体は、鼻咽頭拭い液や痰でしたが、現在は唾液でも可能です。抗原検査は、ウイルスに特有なタンパク質の有無を調べる検査です。30分程度で結果が判明しますが、陰性の場合は、PCR 検査で確認を要する場合があります。ただし、発症後2日から9日までの検査で、陰性の場合は、PCR 検査は不要とされています。過去にウイルスに感染したか否かを調べる検査には、抗体検査があります。現在、日本では診断用での承認はされていません。現在日本で承認されている治療薬は、レムデシビルです。販売名は、レクルリーです。もともと、エボラ出血熱の治療薬として開発され、ウイルスの増殖を抑制する効果があるとされています。人工呼吸器や、エクモと呼ばれる体外式膜下人工肺などを使用している重症患者に、点滴で投与します。アビガンとして販売されているファビピラビルは、もともとタミフルのような一般的な抗ウイルス薬の効かない新型インフルエンザに対する薬ですが、現在、新型コロナウイルス感染症の治療薬としての承認に向けて治験が行われています。なお、薬剤の使用は各医師の判断で行われます。次に、ワクチンについては、早期実用化に向け、国内外で開発が進められています。感染者の約 80% は軽症ですが、重症化する人は、風邪症状が出て5日から7日程度で急激に悪化し、肺炎に移行するとの報告があります。喫煙者は、人工呼吸器の着用、あるいは死亡に至る危険性が、非喫煙者の3倍以上になるとの報告もあります。なお、重症化しやすい人は、高齢者、喫煙者、透析を受けている人、糖尿病、心不全、高血圧、癌、慢性呼吸器疾患などの基礎疾患がある人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人です。表示されているグラフは、2020年7月8日時点で確認されている死亡者数を年齢階級別に示したものです。このように、80代以上の死亡者数が多く、全体の 56.6% を占めています。また、年齢階級別に見た死亡者数の陽性者に対する割合を見ても、60代以降は死亡者数の割合が多くなっています。第3章、平常時の対策。重症化を防ぐという観点からは、生活習慣病予防や喫煙対策などの基本的な健康管理の推進も欠かせません。日頃から従業員が適切な食事、運動、休養をとり、生活習慣病予防に努めるとともに、病気の早期発見、早期治療のために、定期的に健康診断やがん検診を受けることのできる環境づくりが大切です。さらに、喫煙対策としては、喫煙している従業員への禁煙支援なども、新しい生活様式や健康経営の視点から有効な対策です。感染予防でまず大切なのは、例
正しい手洗いを行うことです。手洗いが必要になるタイミングは、外出先から汽車、帰宅した時、多くの人が触れるものを触った後、調理の前後や食事の前、トイレの後、その他職場に応じた手洗いのタイミングとなります。手の中で特に汚れが残りやすいところは、指先、指の股、親指の周り、手首、手のシワなのでよく洗いましょう。石鹸を用いて手洗いをすることで手の汚れが落ち、ウイルスが手指から剥がれやすくなります。手順としては手を水で濡らし石鹸をつけます。腕から指先まで丁寧にこすり洗いします。特に汚れが残りやすい指の股や指先などをよく洗います。十分に水洗いし、20秒から30秒間石鹸をよく洗い流します。これを2回繰り返すと効果的です。最後にペーパータオルや清潔なタオルで拭きます。なお、手洗いの手順はガイドライン11ページを参照してください。他の人と十分な距離を確保しましょう。まず、他の人との距離を十分に確保します。十分な距離とは、飛沫の届かない2メートル程度です。椅子に座るときは、一つ飛ばしや向かい合わず互い違いに座ることも有効です。また、人と会話をするときは、マスクを着用しましょう。ただし、夏場や高温多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高まるので注意が必要です。屋外の人通りの少ない道など、人と十分な距離が確保できる場合には、マスクの着用は不要です。利用者や相談者と対面で会話する場合には、アクリル板の設置、ビニールの取り付けなどが有効です。さらに、3つの密を避ける対策も必要となります。まず、密閉空間にならないように注意しましょう。密閉空間を避けるには、窓やドアを開け、こまめな換気が必要です。換気の目安は30分に1回、3分程度です。次に、密集しないよう、人と人との距離を取りましょう。距離の目安は、他の人と互いに手を伸ばして届かない距離の2メートルです。椅子に座るときに一つ飛ばしや向かい合わず互い違いに座ることも有効です。また、密接した会話、発声は避けましょう。電車やエレベーターなど、人混みや近い距離での会話を控えることで密接を避けることができます。出張や会議では、テレビ電話などを活用することでリスクを低減することができます。食堂については同じ時間帯に多くの従業員が利用しないよう、利用時間を調整するなどの対策が必要です。感染者が発生した場合に、積極的疫学調査への協力が可能となるように記録しておくことが必要です。正しい知識を習得し、感染防止策を実践するために、従業員への周知に努めてください。保健所では正しい知識を習得するため、事業所の衛生管理者や人事担当部署の従業員を対象とした新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン職場編 e-learning を実施する予定です。e-learning を受講し、所定の課程を修了した場合は、修了証が交付されます。新型コロナウイルスの初期症状は、発熱、咳など普通の風邪と見分けがつきません。従業員の中には慢性的な咳があったり、鼻炎の症状を呈する人もいる場合があります。感染している可能性を考慮して、日頃からの従業員の健康について把握することが必要です。そこで感染予防に関するチームを立ち上げて、次の3つのことに取り組んでください。まず1つ目は、衛生管理者、医務室、人事担当部署などから従業員の健康状況を把握する人を選びます。次に、従業員が体調不良になった時の報告体制などについて、ガイドライン12ページの0時1を参考に、
フローズを作成します。また、事業所内のリスクを確認し、職場に応じた管理方法を作成します。従業員などに新型コロナウイルス感染症が疑われる場合のフローズの例です。従業員などに発熱や風邪の症状、倦怠感や呼吸困難、普段と異なる嗅覚、味覚の異常などの症状など、新型コロナウイルス感染症と思われる症状が見られた場合、従業員はすぐに上司に状況、状態を報告します。上司は従業員の症状などの状態を確認し、その従業員に対して相談窓口や医療機関への相談、受診などを指示し、休暇取得などの対応を取ります。管理者に報告するとともに、人事担当部署などの統括する部署、嘱託医、看護師など、感染予防に関するチームに第一報の報告やその後の状態の報告を行います。患者が発生した場合に積極的疫学調査に円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設に出入りしたものの記録などを準備しておくと良いです。職場の管理者は毎日従業員の健康状態を記録してください。方法としては管理者が記録する方法と従業員が自分で記録する方法があります。29ページの様式1や30ページの様式2を用いて、職場の体制に合わせて日々の従業員の健康状態を把握し記録してください。従業員にこれらの症状があれば感染を考慮して出勤を控えさせるとともに、市の相談窓口やかかりつけ医に必ず相談するように伝えてください。出勤を控える期間の目安は、症状が出て10日間ですが、症状が8日以上続く場合は、症状が軽快してからさらに3日間必要となります。出勤前の体温の測定と記録や、発熱や風邪症状がある場合には、上司に相談するなど、従業員自身の健康状態を管理することも重要です。さて、消毒についてですが、不特定多数の人が触れる場所を重点的に行ってください。例えば、ドアノブ、スイッチ、エレベーターのボタン、テーブル、椅子やトイレなどがあります。消毒は汚れが残っていると十分な効果を得ることができません。そのため、消毒する前に表面の汚れを落としてください。共用部分は濃度 70% のアルコール消毒液、または濃度 0.05% の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて消毒を行います。特にトイレは感染者の排泄物にウイルスなどが多く含まれているため、共用部分で使う消毒液よりも高い濃度 0.1% の次亜塩素酸ナトリウム液を用いて消毒を行います。消毒は基本的には拭き取りで行い、消毒液の空間への噴霧は行わないようにしてください。消毒を行う従業員は、マスク、手袋、ガウンなどの適切な個人防護具を用いてください。いろいろな人が触れる場所、唾液などで汚染を受ける場所など、職場のどこにリスクがあるのかを点検し、日々の消毒を行ってください。点検するときにはガイドライン31ページの様式3を活用してください。消毒を行った後、32ページの様式4へ記録し、定期的な消毒を徹底しましょう。次亜塩素酸ナトリウム液の作り方は、製品によって濃度が異なるため、次の希釈倍率表を参考としてください。まずは 0.05%、500ppm の次亜塩素酸ナトリウム液です。次に 0.1%、1000ppm の次亜塩素酸ナトリウム液です。次亜塩素酸ナトリウム液の取り扱いには注意が必要です。次亜塩素酸ナトリウムは酸性のものと混ぜると、
有毒な塩素ガスが発生します。絶対に混ぜないでください。また、温度、直射日光、時間により成分が変化するため、冷暗所に保管し、早めに使うようにしてください。次亜塩素酸ナトリウム液に洗浄効果はありません。ドアノブや手すりなどの器物を消毒するものであり、皮膚などには使えません。皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で十分洗い流してください。目に入った場合は、直ちに大量の水で十分洗い流し、医師の診察を受けてください。誤って飲んだ時には、直ちに医師の診察を受けてください。過去に誤って飲む事故が起きておりますので、容器には消毒液であることを記載してください。鉄などの金属は錆びることがあります。職員に対しては、感染経路、クラスター発生要因、初発症状、予防方法、感染者発生時の対応などを教育し、日常の体調管理、出勤前の体温確認、日々の行動記録を行います。体調不良のある場合には、上司に申し出ができる職場の雰囲気づくりも大切です。また、感染者、疑い例、濃厚接触者への差別の禁止も重要です。職員が新型コロナウイルス感染症に対して過度な不安を感じ、日常生活に支障をきたすことがあるので、上司が気づいたら該当従業員への対応について産業保険などへの相談をしてください。必要なら心療内科の受診を進めることも大切です。職員はマスクを着用し、手指消毒を徹底して感染経路を断つことが重要です。食堂や詰め所でマスクを外して飲食する場合、他の職員と一定の距離を取ります。時間をずらして食べたり、同時に食べる人の数を制限します。流行が進んだら食事提供を休止することを検討することも必要です。職場外でも感染拡大を防ぐため、換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間に行くことを避けてください。ADL 維持の観点から、リハビリテーションなどの実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から3つの密、換気が悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、及び間近で会話や発声をする密接場面を避ける必要があります。最低でも1メートル、可能であれば2メートル空けてください。マスク着用は感染拡大防止効果があります。熱中症の問題があり、負荷が強かったり、30分以上リハビリテーションを行う場合は外しましょう。その場合は他の人との十分な距離を確保してください。正式は必ずしもアルコールでなくとも、通常の環境クロスなどで拭き取っても良いです。エリア分類の重要性を説明した図です。入所施設では入所者の感染予防が第一です。本来、入所者はウイルスに感染する機会はないはずで、クリーンなエリアにいます。ウイルスを持ち込むのはそれ以外の人で、面会者は面会を制限すれば良いです。職員はそうはいかないので、職員の感染対策が中心となります。訪問の場合は、職員が行って帰るという方式です。訪問先が汚染されたエリアで、職員がクリーンな状態です。職員が個人防護具を適切に外して、訪問先から職場へウイルスを持ち帰らないようにすることが大切です。通所は汚染されたエリア、利用者の自宅から多くの人が1台の車に乗ってやってきます。利用者がクリーンな施設へまとまって入ってくる際に、入所者と動線が重なってしまいがちです。ゾーニングが非常に難しいです。介護老人施設では通所サービスを行うエリアと入所エリアはしばしば交わってしまいます。
極力共有スペースを作らないようにするのが良いのですが、しばしば難しいことがあります。やむを得ず同じエリアを使う場合は、高頻度に接触する場所、テーブル、椅子、手すり、ドアノブなどを中心に消毒と換気を行いましょう。施設として可能であれば、入所者グループと通所グループを見る職員を分けると良いです。送迎時に利用を控えてもらう場合として、1、発熱 37.5 度以上、2、咳、咽頭痛、息苦しさ、倦怠感、頭痛、味覚、嗅覚異常、3、健康観察期間、2週間以内に濃厚接触者であった、または4週間以内に陽性者であった、4、同居家族に上記の人がいる場合があり、その際には利用を断ります。送迎車の中は汚染エリアと考えますが、送迎時には窓を開けるなど換気に留意してください。送迎後に利用者の接触頻度が高い場所、手すりなどの消毒を行ってください。運転者本人の感染予防としては、マスクをつけておくことで接触した手を顔に持っていくのが防げます。マスクは鼻と口を覆っています。その手は施設へ利用者を降ろした後に、手洗いまたはアルコール消毒液などによる手指消毒を徹底して行ってください。エアコンを入れても窓の上の方を常時開けて換気を促してください。陽性者や感染が疑われるものを乗せた場合は、車内消毒を行ってください。消毒用アルコール 70% 以上か、次亜塩素酸ナトリウムを用いて拭き取りをします。その際は、防護具、サージカルマスク、長袖ガウン、使い捨て手袋、帽子、ゴーグルを着用してください。濃厚接触者、感染が疑われるものとの濃厚接触が疑われるものの場合は、消毒、清掃はいりません。普段は十分な車内換気、清掃が中心で、手すりなど共用部分はアルコール消毒する程度で良いです。感染対策の中心は、マスクの着用とこまめな手指消毒につきます。リスク管理で重要なのは想像力です。あの人が陽性だったら、濃厚接触者になるのはこの人であるといったことを普段から思い描いておくと、いざという時に有効です。第4章、発生時の対策。初期の症状は、発熱、咳、倦怠感といった風邪と同じような症状の場合が多く見られます。感染したという自覚がなくとも、初期の段階で治療を受けることで、重症にならなかったり、家族や職場の人への感染を防ぐことにつながります。少しでも気になることがあれば、相談窓口にご相談ください。現在、厚生労働省は、相談・受診の目安を次のように示しています。少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談してください。息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、長期以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合、また、国の基準にはありませんが、匂いや味が変だと感じる場合や、一度 37.5 度以上の発熱があった後、すぐに平熱に下がり、数日後、再び発熱する場合も相談してください。症状や受診に関する相談は、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口に相談してください。相談窓口で受診を勧められた場合、まずかかりつけ医などに電話でご相談ください。なお、受診する場合、マスクを着用して、手洗いや咳エチケットを徹底し、医療機関の指示に従ってください。オンラインの診療を実施している医療機関もあります。医師が検査が必要と判断した場合、帰
国者接触者外来を受診することになります。帰国者接触者外来は、福山、府中地域には6カ所あります。相談窓口で紹介しますので、受診の際は健康保険証を持参してください。また、受診料が必要となる場合があります。保健所が行う検査には、PCR 検査と抗原検査があります。検体はどちらも鼻から採取する場合と唾液による場合とがあります。PCR 検査は通常、翌日に結果が出ます。抗原検査は30分程度で結果が出ますが、陰性の場合は PCR 検査が必要となる場合があります。発症後、2日から9日までで抗原検査が陰性の場合は PCR 検査は不要です。検査結果が陰性の場合は、その時点で感染していないということです。ただし、濃厚接触者等として検査を受け、結果が陰性であっても、感染初期ではウイルス量が少ないために陰性となる場合があります。濃厚接触者は、実際は感染している可能性があることから、感染者と接触した後、14日間は健康状態に注意を払い、自宅待機をお願いします。検査結果が陰性の場合、感染症法に基づき、医師から保健所に届け出が行われます。保健所は医師からの届け出に基づいて、感染者や家族などの接触者への対応を行います。保健所は感染者に対して電話や面接により、心配や気がかりなことなどを聞き取り、支援するとともに、発症前2日以降、入院に至るまでの行動などの調査を行います。この調査は、感染の広がりの範囲を確認し、感染拡大防止のために行うもので、重要な調査です。感染者には、保健所から感染症指定医療機関などに入院するよう勧告がなされます。市内の入院医療機関は3カ所あります。また、軽症や無症状の場合は、県内の宿泊施設に入所することもあります。入院中は、家族など外部の人とは面会できません。なお、勧告による入院の場合は、感染症法第37条に基づき、入院に関する費用は公費で負担されます。退院に関する基準は次の通りです。症状のある人は、発症日から10日間経過し、かつ症状警戒後72時間経過した場合、もしくは、発症日から10日間経過以前に症状が警戒した場合に、症状警戒後24時間経過した後に PCR 検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合に退院が可能となります。症状のない人は、陽性確定の検体採取日から10日間経過した場合、もしくは、陽性確定の検体採取日から6日間経過した後に PCR 検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合に退院が可能となります。感染者に対しては、就業制限を通知します。就業制限とは、感染を広げる恐れがなくなるまでの間、仕事をしてはいけないということです。制限の対象になる業務は、接客業、その他多数のものに接触する業務です。退院に関する基準を満たす場合は、就業制限の対象者ではなくなります。しかし、本市において退院後に再度陽性となった人もいましたので、職場によっては退院後、一定期間自宅待機とする場合もあります。詳細はガイドラインの20ページ、4.1 あ、復職時期を参照してください。事業所は保健所が行う積極的疫学調査に協力してください。積極的疫学調査とは、保健所が感染者の行動歴や行動範囲などを調査し、感染源の推定と濃厚接触者等の把握など、感染拡大防止を行うことです。保健所は事業所などでの濃厚接触者等を抽出するため、感染者の部署の排斥図や行動履歴などを確認しますので、これらがわかる資料の提出を事業所へ依頼します。資料の提出に時間を要し、
感染が拡大するのを防ぐため、事業所は速やかに提出できるよう、日頃から準備をしておいてください。なお、保健所との連絡窓口の担当者を決めておくことで、情報が一元化され、速やかに対応できます。積極的疫学調査で収集する情報は、感染者の勤務状況や建物内の状況、接触者の範囲などです。接触者を抽出する際には、非正規従業員や出入り業者、清掃業者などの関係者が漏れないように注意してください。また、会話や食事など、直接的な接触のみならず、休憩室やロッカールームのドアノブ、スイッチなど、共用部分を介して接触した可能性のある人も対象となる場合があります。二次感染者を迅速かつ的確に把握することで、感染拡大を防止します。主として、濃厚接触者には PCR 検査を実施しますが、接触の程度が低い従業員まで含めて、全員に PCR 検査を実施するかどうかは、検査実施のメリットとデメリットも勘案しながら判断します。濃厚接触者は健康観察と14日間の自宅待機をお願いします。新型コロナウイルスの生存期間については、プラスチックやステンレスの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するとされています。職場における接触感染防止のため、事前に作成したリスク管理シートを参考に消毒を行います。また、事業所の一部閉鎖なども必要となる場合があります。施設内で情報を共有します。次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒液の噴霧は、吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行いません。濃厚接触者になると、その場所で待機になります。濃厚接触者は、最終接触より14日間の健康状態の観察となります。利用者の場合、原則として個室に移動します。有症状となったら、速やかとして個室に移動します。有症状となったら、速やかに別室に移動します。その際に個室がない場合は、症状のない濃厚接触者と同室にし、その場合、互いにマスクを着用し、ベッドの間隔を2メートル以上空け、カーテンで仕切ります。部屋の換気を1時間ごとに5分間、30分ごとなら3分行ってください。基礎疾患を有する職員や妊娠している職員は感染した際に重篤化する恐れが高いので勤務上の配慮を行うと良いです。リハビリテーション等は濃厚接触者に対しては実施しませんが、濃厚接触者の無症状者には利用者は手洗い、アルコール消毒を徹底し、職員は適切な感染防護を行った上であれば個室またはベッドサイドにおいて実施も可能です。食事の介助。個室で行い、食事前に利用者に液体石鹸と流水による手洗いを実施します。食器は使い捨て容器を使用するか、濃厚接触者のものを分けた上で、熱水洗浄可能な自動食器洗浄機を使います。まな板、布巾は洗剤で十分洗い、熱水消毒するか、次亜塩素酸ナトリウム液に浸した後、洗浄してください。排泄の介助は、おむつ交換の際には、手袋、マスク、使い捨てエプロンを着用します。おむつは感染性廃棄物として処理してください。ポータブルトイレを利用するときも、使用後洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液等で処理をします。入浴介助は、職員と利用者の距離が近いため、飛沫感染予防に特に注意が必要です。湿度が高く、飛沫サイズが大きいので、マスクではなく、バンダナ等の布地のものでも良いです。リネン、衣類の洗濯等では、他の利用者と分ける必要はなく、熱水洗濯機、80度で10分間処理し、洗浄後、乾燥させるか、次亜塩素酸ナトリウム液につけた後、洗濯、乾燥します。当該利用者が鼻を噛んだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に入れて、感染性廃棄物として処理を行います。
入所施設でクラスターが発生した場合、クラスター発生施設及び系列の職員により対応します。多数の職員が感染し、支援の要請の場合には、応援職員を派遣します。その目的は、当該施設の入所者に必要なサービスを提供するためです。通所系サービスで発生した場合、通所系サービスを中心に、市町単位で休業要請を行います。複数の通所サービスを利用することも多いので、接触機会を減少させるため、通所系サービスを中心に、市町単位で2週間の休業要請を行います。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、世間の関心が高く、事業者の社会的責任として、速やかな情報公開が求められます。適切な時期と内容で、社内へ告知、社外関係者への連絡、外部への公表をしなければ、取引先や顧客などの信用低下、地域住民の不安などを招く恐れもあります。また、接触した可能性のある個人が、自らも感染の拡大防止に向けて適切な行動を取れるようにするためにも、情報公開が有効な手段となります。一方で、公開された情報や噂などから、感染者や濃厚接触者等、またその家族が感染に関する誤解や偏見に基づく差別により、誹謗中傷を受ける事例が発生することに留意が必要です。情報公開にあたっては、個人情報の取り扱いについて十分に配慮するとともに、実態に応じた正確な情報を発信することが基本となります。事業者は社内であっても、容易に個人が特定できる形で広範囲に告知するのではなく、感染者の勤務状況などを踏まえ、必要な範囲や内容を個別に検討し、速やかに告知します。例えば、直属の上司、管理部門の限定された職員、産業保健職員などです。社外関係者への連絡は、必要な範囲や内容を個別に検討し、速やかに連絡します。特に濃厚接触者等が想定されるような場合は、直ちに連絡し、今後の対応を協議する必要があります。社外関係者の例は、取引先、顧客、不動産管理者、近隣テナントなどです。介護施設等の場合は、利用者やその家族なども挙げられます。感染者と接触したものが記録により確認できる場合など、特定の範囲にとどまるときは、必ずしも外部への公表の必要はありません。しかし、感染者が不特定多数の人と接触した可能性のある場合は、適切な時期に必要な情報を積極的に公表することが求められます。また、必要に応じて保健所から公表を依頼する場合もあります。その他、情報公開については、ガイドライン19ページに掲載されている参考資料をご確認ください。第5章、収束に向けた対策。感染症法に基づく就業制限については、退院基準、宿泊、自宅療養の解除基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすとされています。その基準は次の2つの条件を満たすこととしています。1つ目は発症日から少なくとも10日が経過している。2つ目は解熱剤などの薬を服用していない状態で症状がなくなってから少なくとも3日が経過していることです。ただし、退院後に無症状であっても再び陽性となる例もあることから、他の従業員との接触については慎重に判断した方が良いでしょう。しかし、職場復帰の目安を満たしても、感染者自身、また受け入れる事業所としても、感染リスクの不安は拭えません。そのため、福山市保健所では、これまで感染者の職場復帰については、本人、職場と相談の上、おおむね次のような考え方を示してきました。退院時に主治医からの指示を参考にしてください。症状の有無に関わらず、退院、退所及び自宅療養後2週間の自宅待機をしてください。在宅勤務が望ましいです。自宅待機、在宅勤務が困難な場合は、復帰後2週間は
マスクの着用など感染予防対策を行い、体調不良を認める際には出社を控えさせてください。退院、退所及び自宅療養終了後4週間は、保健所が電話などにより積極的に健康観察を実施し、体調変化時には復帰、また出勤を控えてください。自宅待機や在宅勤務期間は、生活リズムが崩れやすくなり、また対人交流の減少から自身の感情に気づきにくくなり、その結果、孤独感、不安感も生じやすくなります。そのため、定期的かつ積極的な健康観察が必要となります。退院、退所及び自宅療養終了後、4週間は毎日体温測定を行うなどの自己健康管理をしながら社会生活を送っていただきます。この間、感染者に定期的に発熱や呼吸器症状の有無などの健康観察を行い、体調の変化の早期把握に努めています。様式6を参照してください。保健所からは、退院後2週間以降も症状が続く場合は、自宅待機や在宅勤務の継続を検討するように提案しています。健康観察の主な内容は、体温の測定、呼吸器症状の有無、咳、呼吸困難、鼻中、鼻閉、咽頭痛、その他の心身状態、味覚、嗅覚異常、吐き気、頭痛、全身倦怠感、胃腸症状など、基礎疾患のある場合、その管理です。退院退所及び自宅療養後2週間は、自宅待機、在宅勤務が要請されるため、事業所が従業員の心身の状態を確認するといった LINE によるケアが困難になる可能性があります。そのため、必要に応じて保健所と連携を取ることが望まれます。また、事業所の判断で職場復帰を遅らせたり、健康観察期間を延長する場合は、事業所内で健康状態のモニタリング方法を決めておく必要があります。従業員が心理的に頼れる、助けを求める相手や方法を明確にしておくことは、メンタルヘルス不調の予防にも結びつきます。自宅待機、在宅勤務中の事業所の対応には、保健所との連絡窓口担当者を決めておく、復帰後の健康観察を行う担当者を決めておく、様式録を使用し、症状がある場合は出勤させない、従業員が復帰後に発熱や呼吸器症状などが出た場合は、速やかにかかりつけ医もしくは保健所に相談するように勧奨する。従業員が新型コロナウイルス感染症に対して過度な不安やストレスがあり、日常生活に支障をきたしていることに気づいた場合、対応について産業保健職や保健所などへ相談するなどがあります。これまで情報を外部へ公表したことで風評被害を被った事業所がありました。そこで感染者が発生した事業所がガイドラインに沿って対応を行い、安全に十分な配慮がなされたことを福山市保健所が認定した場合には、事業所に認定証を交付します。その認定を受けた事業所はホームページなどで外部に公表することで風評被害を払拭できます。なお、この認定証は、事業者が感染症予防策の取り組みを自主的に PR する宣言書とは異なります。広島県では、広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全対策シートを作成し、感染症予防策の自主的な取り組みを宣言した事業所には、新型コロナウイルス感染症対策取り組み宣言点の宣言書を発行しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式が求められている中、県民が安心して店舗を利用できるよう、店舗で自主的に実施している感染症予防策を県民に分かりやすく伝えることを目的とした制度です。全国の事例を踏まえると、感染者やその家族、同僚、医療関係者など、以後関係者などと言います。が、言われなき誹謗、中傷、差別を受ける事例が発生しています。人権については最大限に尊重する必要があります。
厚生労働省や県、市が提供している正確な情報を確認し、感染者などの人権に配慮した冷静な行動をお願いします。多都市の例ですが、感染者が地域で特定され、自宅の壁にコロナと落書きをされ、そのため子供が学校に行けなくなり、家族が離散して生活するような事例も発生しています。本市では各学校において感染者などに対して SNS などにおける誹謗中傷や差別的な書き込みをしたり拡散させたりすることをしないよう学習しています。新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があります。感染者は一日でも早く回復したいと考え、病気と戦っています。言われなき誹謗や中傷は、さらなる苦しみや悔しさをも背負うこととなります。厚生労働省や県、市が提供している正確な情報を確認し、感染者などの人権に配慮した冷静な行動に努めましょう。全国の事例を踏まえると、感染者やその家族、同僚、医療関係者などが、言われなき誹謗、中傷、差別を受ける事例が発生しています。人権については最大限に尊重する必要があります。厚生労働省や県、市が提供している正確な情報を確認し、感染者などの人権に配慮した冷静な行動をお願いします。恐れるべきは人ではなくウイルスなのです。本市ではインターネットによる人権侵害に対する取り組みとして、掲示板の定期的な監視、モニタリングを行っています。また、悪質な差別的な書き込みについては、法務局と連携して、プロバイダや掲示板の管理運営会社などに書き込みの削除を求めています。インターネットによる人権侵害に対するお問い合わせは、人権・障害学習課へお願いします。新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭った人や困っている人は一人で悩まずに次の人権相談窓口に相談してください。法務省の人権相談窓口です。詳細は法務省ホームページを参照してください。講座は以上となります。お疲れ様でした。朗読は福山市介護保険課の河野と新岡でお送りしました。